BCG ワクチンの大元は、まあ、何種類かあるんですけれども、日本型を使っているところとそれ以外というふうに分かれます。でそれはもともと使っていた、いわゆる結核菌の形が違うのでワクチンも違うという状況です。ですから、ワクチンが違うと効果が違うというのは当然なことですね。で、もともと結核菌に対して、作られたものなんですが、この BCG ワクチンを投与しますと免疫系が強くなるわけです。ですからその免疫系が強くなるイコールウイルスに関しても効果がある可能性はあると思います。そして、各国がどういう株を使用するかというのはこれはもう各国の自由でございまして、その国の経済状況であるとかですね、まあ他国との関連というもので決まっていくものだと思われます。ワクチンが健康に被害を起こすかどうかということですが、それは健康被害を起こす場合があります。例えば子宮頸がんのパピローマウイルスに対するワクチン接種が開始されましたが、副作用があったということで、一時中止になっているわけです。でところがこのパピローマウイルスのワクチンというのは2種類ございまして、1種類では副作用があったようなんですが、1種類では出ていないんですね。ですからこれは、副作用のないものを使えばいいだけの話でございますので、副作用があったとしてもですね、ないものを選ぶという選択肢がございます。それとワクチンの有効性に関して疑問を言われる方がいるんですが、痘瘡ポックスウイルスですねに対するワクチンは全世界で広まって、そして、そのポックスウイルスを駆逐できたというふうに、皆さん認識しておられると思いますが、つまりワクチンは有効利用することでウイルスを完全に封じ込めるということも可能性があるというふうにご理解いただきたいと思います。